数多くの,その日本の子どもたちと向き合ってますけれどもすごく感じるのはゆとりがないのぴったりこの線にこう止めるとかわっ、うんうん、ずーっとやってるみたいなね、うん、時間に主体的な遊びのいい時間があるんだけど、うん、お母さんはそんなことやっても「あんまり意味ないでしょ」ってこうドリルやんなさい」みたいな,、うん、なんかやっぱりこじんまりした人格になるよな 小学校3年生から小学校6年生までの4年間の i プライムのカリキュラー分析をしてこれ完全個別指導だと何時間で1教科あたり指導できるのか見たところ週に1時間やっていくだけで2年間でもありますしそもそも僕が学校を作るならば、うん、えと最初の3時間とか午前中にいわゆる学科的なのを終えて午後はプロジェクト。 音楽とか歌もなるべく YouTube を見せるのではなく <laughs> 音を聞かせるってことがすごく大事で。はい。重要重要なこと言ってますよ。はい、<れ>で、あとこれね一緒に踊るってことだよね。平生で人前通せない。えー、なんか最近出てきてる総和田の入試ですよね。まあ昔栄養入試みたいなものってすごくいいなと思う。 でいてまあ、このの総合選抜でいいなと思うのが、まあ、書類選考とかあの面接とか課外活動、えー、っていうのをやらなければいけないっていうのはこれはかなりアメリカの入学審査にちょっと似てる近しいところがあるんですね。やっぱり大学での特色とマッチしている活動とか、まあ、数の指定があるわけではないので、まあ、自分の好きなことを没頭してやっていくことが求められてきてますしあとはエッセーですよね。でまあ、これはは大学によってエッセイの理由は変わるで ですけれどもやっぱり自己アピールとか将来の計画とか、うん、あとは望理由ですよねこういったものをしっかりと入学審査の段階にまとめていくそれが審査の対象になるそして面接の中でその裏を取っていくというかただ書いてあるなんかこう小論文対策で書いたものではなくてあの本当に自分がそう考えているのかっていうところを確認をしていくようなプロセスがあるっていうのはすごくいいことだなと思っていますと。 これ意外なんですけれども、オールラウンダー型の人材が求められているんですよ。う何かにこう特化した知識とか経験とか偏ってる、何かを持っているというよりは、幅広くいろんなものに挑戦をしてきて、あの、その、あの、心の遊びみたいなものがある人のことが求められるんですよね。次のスライドでいくと、この分布があるんですけれども、大体学びの要素が40%。勉強面ですね。学校の勉強とか、 あとは SAT という大学入学適正試験があるんですけれどもそれとかあとトーフルのそこは含めて40%ぐらいなんですで30%が課外活動で残りの30%がエッセイであったり推薦状であったり面接みたいなところで評価されていくんですけれども一方で次いっていただくとイギリスなんですけれどもイギリスはスカラー型の人材が求められてますのでかなりアカデミックに特化した人材というのが求められてくる ね。んかというと、イギリスって大学は3年間なんですよ。はい、3年間で、えー、アメリカより1年短いんです。はい、で、そうすると1年目からですね、専門的に学ぶんです。<ー>なんかいろんなものを試し食いをして探求してというよりは、<ー> 1>, 1年目から学部の専門的なところに教授と近い距離で、はいえー、研究を始めていったりとかって決め込んでこいみたいな。そうなんですよ。うん、なので、高校生のうちからある程度学びに対する で、まあ、主体性、うん、積極性がある。学ぶ力がある、うんえー。そして自分の専門力、例えば経済学を学んでいくんであれば、オックソード大学とはけんけあのケンブリッジ大学なんていうのは、あの、入学審査の時に、実際1時間ぐらいの教授とのワンオンワンの面接があるんですよ。そこでこの経済理論を説明してみてとか、うんえー、まあ、例えば生物工学と学びたい場合は、高等諮問があるわけです、ね、そうそうあの、ワクチンってどうやって開発されていくのはい、はい な,なんでこういうプロセスになったと思うみたいな。学校で学べないような学校の外で必ず自分で自己で論文を読み込んでいったりだとか、専門書を読んでないと回答できないようなやりとりがあるわけです。じゃあまあ、あの、問題意識と共用みたいなことですかね。そう,そうです、そうです。なので、あの、学びに対する圧倒的な情熱がある、えー。そして自分が何を学びたいのかっていうところが明確な人はイギリス向いてたりとかするんですね。 えだからこそ、あの、もう、あの、入学審査のところでは、もう、ほぼ、もう、7割、8割方ぐらいは、学びに対する姿勢が求められていて、うんうん、残りの25%が、課外活動とか、エッセイみたいなものになってくるっていう、うん、え、ところになってきますと。アメリカもイギリスも全然違うカルチャー持ってますし、オーストラリアもまた全然違いますし、うん、カナダも違いますし、っていうことがあるので、まあ、海外進学を考えてらっしゃる方については、大事なことは、お子様の、とか、皆さん自身の学習特性がどんなもので、 どういう環境で学んでいきたいのかっていう言語化をした上で国であったり大学っていうのをしっかりと選んでいく必要があるんだろうなと思いますしそれが早く定まってれば定まっているほどアメリカとイギリスだけでもこれだけ、うん、あの何を大事にしているのかっていう合格基準が異なっているので、うん、まあ早い段階で定まってれば定まっているほどそこに効率的に効果的に準備をしていくことができると思いますね。なるほど。はい。なんかでもテストの75は何とかとか、うん、あの 見るとあれですけど、要するに日々自分は何が一番心が動くしこれだなとかこう自分を知ってるっていうこととでいろんなことに積極的にこう取り組むっていうかやったり一生懸命やってるみたいなこととかあとさっきおっしゃったような,なんか教養っていうのかなあのテストに出るからではなく、うん、なんでこれやってんのって思ったら自分で調べるみたいな自動する頭みたいな。うん まあ教養勉強力っていうのは必ず問われてるてう、ね、そうですね主体性みたいなところが本当に大事っていうことです学びにおいているの主体性もそうですし学び以外の課外活動とかそういったあのアクションに対すする主体性も大事ですね、うん、私もあの数多くの,その日本の子どもたちとも向き合ってますけれどもすごく感じるのはゆとりがないなっていう。うん その学校のメインの勉強で、まあ、それこそ通学をして、うん、1>, 1日 6, 6時間とかいて、うん、部活やって、えー、そして帰ってきて、宿題やって、寝るっていうサイクルじゃないですか。だからこう、遊び時間がないんですよ。遊び時間っていうのは、うん、の自分で何かを考えて、決めていくとか、うんうん、挑戦をするっていう時間がないんですよね。そすごく 好きな違いとしてあるかなと思います。例えばアメリカとかっていうのは部活動ってないんですよ。学校がやらないんですはいはい、はい、そうですね。だんだん課外活動を自分でされて、ね、そうそうそう,そう。やっていくんですよね。で、そんなにテスト返重型の教育をやった。まあ、それは良い,い悪いっていうのはありますよ。うん、別にアメリカのあの、初等中等教育が最高だと思いませんけれども、うんうん、少なくともそんなにテストテストをしているわけではないので、日々日々がですね。そうするとかなり、あの、まあ、宿題の性質もですね、 テストに向けてどれだけ暗記できたかと解けるかではなくて、結構プロジェクトベースの宿題が出たりとかするんですよね。日常の中にかなり自分で考えて行動を起こすっていう、えー、まあ、あの、時間があるんですけど、日本の場合は先ほどのね、あの、1日見てみると、 あのやっぱりすべてが決められてる。宿題を提出する場所からどこに移動するかとかっていう、うん、学校の中でもすべて決められてますし、うん、時間割りも決められてますし、まあ、自分で科目選定をするっていうこともほとんどないんじゃないですかね日本だとね、うんうん。そうですね。まあ、高校ぐらいになるとね少しでだと。いや、決めるっていうのは本当に大事だし、まあ、ゆとりってのもキーワードで、うん、まあやっぱり子育ての段階のです、ね、幼児とかも見ててもゆとりがないっていうのかな。うんうん ぼーっとほっとかれた時間にすっごい伸びてる時間があるんだけど主体的に何でもいいんですけど本当にこれをこうやってこうぴったりこの線にこう止めてとかーってずーっとやってるみたいなね、うん、時間に主体的な遊びのいい時間があるんだけど、うん、お母さんはそんなことやっても意味ないでしょってこかドリルやんなさいみたいな自分の時間にさせてくれないのはやっぱり。うん こじんんまりした人格にななるよよと思うんですよねそれはまあ一般的な教育論としていろんな人たち見ててそれ思うので、うん、まあそれがやっぱりそのゆとりっていうキーワードは確かに言えるなと多暇な時間がただあればいいっていうよりは、うん 僕なん ADHD 系なんで、うん、あの常に何かやってないともうそもそも落ち着かないんですけど、うん、それがやっぱ主体的かどうかっていうのはすすごい大事だと思うんでが僕はあの小6あたりには日記を書きなさいって言って、うん、あの親が見ないところで本音をこう書くことで自分の時間を取り戻せるっていうか、ねうん、本当にやりたいこととか本当に感じたのはこんなに僕はエッチな人間だったみたいなことがしっかりわかるみたいなところで自分に引きつけてくるっていう。うん それが、あの、まあ、ここの海外に行けるタイプの人につながってるなとも思うんですよね。そうですね。うん、やっぱり、あの、海外に、まあ、うちの塾生なんていうのもそうですけれども、あの、だからといってみんな最初からその主体性があるわけではなくて、うん、やっぱりそれに気づかせてくれるとか、うん、背中を押してくれるとか、えー、っていう何かしらの関わりは大事ではあるとは思うんですけれども、間違いなく、あの、最終的には自分で主体的に考え、 行動を起こせるような人材になっていかないと、もう海外にこう一人で行ってですね、あの、もう周りに飲まれてですね、あの、潰されてしまいますので、やっぱりある程度の主体性みたいなものは最終的には大事になってはきますね。まあ、ただ本当にあの、先ほど申し上げた通り、あの、通りなんですけども、やっぱり最初から持ってるわけではないので、それをどうやってこの、ゆとりを生み出してあげれるのかとか、もしくは主体的に決めて、行動を、そういった行動をですね、促せるのかっていうところは、 われわれ大人側が、えー、すごく意識をしてそういった環境というのを整えてあげなきゃいけないんだろうなと思いますいやうちの子供はあは勉強嫌いなんですとご相談するで私がやっぱりあの多くのこを今ちょっと見させてもらっていてあとうち今オンラインのインターナショナルスクールやっていて8歳から18歳。はいはい まだ変える。あの、これ、コンセプトはですね、完全個別最適化された学びなんですよ。8歳からだと、i プライマリー y っていうカリキュラムがある。これ、まあ、あの、国際カリキュラムで言うと、小学生向けのカリキュラムなんですね。で、Pre-IG っていうのが、中1、中2向けのカリキュラムで、中3からインターナショナル GCSE もしくは米国の高校卒業資格が取れるようになっている、まあ、これは国際カリキュラムという型があるんですけども、普通の学校であれば、 学年によって学ぶ内容を決まるんですよ。だけど、我々はアセスメントをして、そのレベルに合った授業を受けられるようになっているんですね。変な10、10歳でも14歳のとこやってる子もいるしい。実際に13歳の子とかだと、もう、あの、高3の A レベル、通学やってる子、ね。うん、るど。に、まあ、英語っていうことだけやれますよね。そ,集中しそうですね。てやれば。最初、不登校になってる子がいて、はいあの、うちはもう、うちの子はね、あの、帰国子女で、うん、あの、いるう。 日本の,あの有名私立、まあ、海外進学をたくさん送り出しているような私立学校に行ったんだけれども、最終的に日本の学校のカルチャーに合わせて、不登校になってしまった、はい。2年ぐらい学びが止まっちゃってるんですよね。という子もいれば、あとはもううちはあのそう海外帰国者関係なくもう本当に不登校でもう勉強嫌いになっちゃって、あ<ー>でもうあの学校に戻れないんですよ。やらされた やらされて、いう子がいるんですね。や,れはやっぱり一番罪深いですからね。で、面白いんですが、そういった子にしっかりとアセスメントをして、該当、うん、の年齢ではなく、学年に戻って、うん、個別指導とか少人数制のグループクラスをやっていくと追いついてくるんですよ。うん。どん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 。だみんな伸びたいですからね。そうなんですよ。だから、勉強、バカな子はいないし、うん、勉強嫌いな子がいないん。 って私これれんですよいやですよいや僕はよよそう僕く聞か勉強嫌いなんですけどどうすればっていや嫌いってあなたの哲学が甘すぎるだけだよね <laughs> よく考えてください赤ちゃんの時にこういうのがあったらこうってあうけう、ね、全部これが学びだしあのなんかやってきてあ子育ても終わりましたさああと40年ありますって言った時にもう大体学ぶか社会貢献か、うん、要するに人の役に立つっていうことが学ぶぐらいしかもうほに面白いことってないですよねって。 学ぶってもう面白いに決まってるじゃないですかっていうのを親が言えないから問題。そうですね。だからもう本人がバカなんじゃなくて社会システムその方がバカになっちゃってるというか何、うん、かこう一斉で教えなきゃいけないっていうものではなくこういった形で一人一人のレベルに合った学びを提供することで子供のアカデミーパテンシャルってどん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 仕上げていけるなと思うんですね。なので海外進学の文脈で、まあ、今日はそういったトピックのお話をさせていただくとまずベースは 学びは、どん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 、その自分のペースで、自分の好奇心に基づいて、育んでいく。それは、受験とか、それで学校の仕組みに合わせてると、海外進学が逆に遠ざかっていく。なるほど。っていうことを、まあ、あの、一つお伝えしたいかな、というふうに思いますね。で、最近は、この、先取り学習できる子は先取り学習していった方がいいと思ってるんですね。次のスライドに行くと、その先取り学習のメリットみたいなものを、 まとめているんですけれども、その上の線がですね、通常進むペースなんですね。うんうん、その小4から、えーまあ、小6までがその先ほどもお見せした i プライマリーっていうカリキュラムがあって、えー、中1、中2がフリーインターナショナル g c s そしてインターナショナル g c s 最後は例えば A レベルズであれば A レベルズっていうカリキュラムを学んでいくんですけれども、うんうん、A レベルズ4科目という形になっていくんですが、これ例えばですね、まあ、先取り学習をしていくと、 あの、アイプライマリーって早く終わらせてあげたりするんです、はい、で、実際、私ども、小学校3年生から小学校6年生までの4年間のアイプライマリーのカリキュラー分析をして、これ、完全個別指導だと、何時間で1教科あたり指導できるのか見たところ、80時間で指導が終わるということなんですね。るほど。ほどこれ、なんで、じゃあ学校だと4年間かけてるもの だ80時間ってすごい短くていい、週に、うんうん、あの、1時間やっていくだけで2年間で終わりますし、うん、週,に週に2コマやれば1年で終わっちゃうんです4倍のペースで終わらせることができるんですよね。これなぜかというと、学校では、ないさん解いてみて、国民でやってみて。じゃあ、9さんの答え書いてみ、あの、聞いてみようか。 まあ一見このグループでみんなの意見を聞いて良さそうな環境であるんだけど、一人一人のアカデミックポテンシャルという意味合いにおいては、かなり時間の無駄を。無駄だらけです無駄だらけがあるんですよんでそれを完全個別指導にやることによって、ぐっと無理なく縮,あのこう縮めていくことができるんですね。そうするとその先行くとですね、早くからあの先を学んでいけるの、最後の A レベルズってものについてもですね、通常4科目ぐらい取って大学出願するんですけれども、この生徒なんかは8科目取って大学に出願することができるんですね。 で、それが、こう、かなり、え、入学審査の時にアカデミック面で、あ、この子は主体的に学んで、たくさん多くのことを学んできてるっていう形のプラスの評価にもなると。うん、で、あの、私はこれをじゃあ推奨してるというよりは、そういうことではなくて、うん、まあ本当にどんどん学びたい子は、どんどん学べる仕組みを作っていくべき。仕組みがないすね。はい。あとは、じっくりと学びたい子も、自分のペースに合わせてじっくりと学ぶことができれば、まあ、あの、勉強嫌いもなくせる。うん まあでもこういうのを考えたときに本当にあれですね、あの先々考えてこういう図を見ると、中学事件って言ったら4、5、6、ごっそりこれができないみたいなんですよ。そうなんですよ。っていうことか。はい。で、これ個別、あの、就職度別とか、あの、あの、例えば次のスライドですかね。はい、これなんですけれども、じゃこれ見てみるとね、面白いのが、学校に通うと、朝、 学校行って、6時間授業があって、で、また、あの、部活動があって帰ってきて、まあ、ご飯食べる宿題みたいな感じで、1日終わっちゃうと思うんですよね。これ、例えば、うちはオンラインのインターナショナルスクールで、フルタイムの生徒とかであれば、就職度別で少人数制でやってるんで、1日6時間も必要ないんですよ、授業で3時間とか4時間に抑えることができるんですね。で、通学時間もなくなるんで、で、なんか強制的にやらされているような部活そういうのあるじゃん。自分主体的にやってるんだったらいいと思うんですけれども。 入らなきゃいけないみたいなものってあると思うんです。うん、そういったものを取っ払うと5.5時間分ぐらい空くんですよね。うん、でこの5.5時間を空いた時間を自分の好きなことを徹底的に探求することで使えるんですよ。ああそれ言っていいですかそこで言うと、まあ、そもそも僕が学校を作るならば、うん、えと最初の3時間とか午前中に、まあ、いわゆる学科的なのを終えて、午後はプロジェクト。 それぞれぞ例えば海外を考えているかそこに集中してやればいいとかサッカーやりたいことはそこでサッカーとか、はい、だからで全然やれるんすけど思ってるんですよね、はいろんな学校のやってる内容ぐらいだったら本当にさっき、はい、おっしゃった授業時間数っていうものをめちゃくちゃなんかこだわってて悪気もないんですよもう全員の先生と教育委員会がそうやってきたから、まあ、信じちゃってるけど、うん、そ,その時間無駄じゃないですかみたいな授業がもう本当多くて。 だからあれは先生が悪いっていう仕組みの問題なんで政治、またかなと思ってるんですけがこ,こういう学校に基本的にしちゃえばいいんですよね、午前中でそういうものは終えて、はいうん、午後はもう本当にそ,のそれぞれの意思によってもうやりたいことやってるみたいな。 そうですね。で、これ、一条項になれないんですよ。ですね。これ、この仕組みてだ,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 だって。オルタナティブスクールなんです、ね、オルタナティブスクール,ル,クールよね、完全に。じ高校とかは、なんか試験、資格受けて通る系に行くしかない。そうです、そうです。で、それでも全然、ちょっと海外進学を目指してるとこっちの形、一条項である人もないのかな,な。ない、確かに。 まあ、英語力ね、いろんな英語力の付け方っていうのは、まあ、百科両論常に新しいのが出てきてね。うん。わーわーわもう、あれは力がつかないから次々出てくるんだろうと思うけれども、まあ、出てきますよね。あの、英語教育でちょっと申し上げたいのが、そんなにこう、早くから始めた方がいいんですよ。まず第一に。うん。うん、なんだっけ、順番を誤っちゃいけないなていて。おお、大事なことです、ね。で、一番大事なことは、非認知能力を高めること。 集中力とかやる自分で主体的に考え、うん、まあ遊ぶ力もそうですよね。そよ遊ぶものなんてもう非認知能力みた一番いいんですよね。そののででねなので、そこが一番大事かなと。あとちょっとスライドがあるんですけれども、その、脳の発達もやっぱり理解した上で、学習環境っていうのは整えていくべきで、なんか早い段階から、なんかこうの、 何て言うんですかね。あの、とりあえず、英語を好きにすればいいんだっていうことでもないと思うんですよね。はい、で、人間の脳ってこれ、高頭葉から発達をして、高等葉、速頭葉、頭頂葉、前頭葉っていう形で発達をしていくんですけれども、高、うんはい、頭葉は一番視覚的な情報ですよね。親の顔を見極めるとか、文字の形とかそういったものを認識していったり、識別していくのに、高等葉が大事で、速頭葉が言葉の聞き分けであったり、言語なんですよね。で、これが1歳から6歳ぐらいのピークなので、 なるべく音を聞かせるとか、英語を話すとか、英語に触れるみたいなものは、かなりここでやっておくと、あの、効果が現れてくるでしょうと。あとは英語で会話をするとか、英語の本を読むとか、思考するみたいなものは、まあ、7から12歳ぐらいがピークなので、英語学習で言うと、もし同じね、あの、時間と労力を使うのであれば、早ければ早いほど成果が出るっていうのは、あの、あるかなと。ただ、それも、あの、その年齢によって適切な、 マテリアルがあったりとかもするので、まあ、そこはしっかりと子どもの表情とか子どもの状況を見極めていきながら適切に環境を整えていくことが大事ですね。まあでも、幼児期は音声言語で発達するのは基本ですからね。 うんね、音楽をいっぱい聴いてるとそうです、そうです。一番いいですよねすす。はい。で、次のスライドなんです。うん、まあ、英語学習法で、やっぱ小学生の時からできるものがたくさんあって、まあ、先ほど高山さんからおっしゃっていたので、没入型の学習というのは、もう、インターに通うとか、うん、英語を使うとか、うん、えー、ですよね。うん、で、あの、あとはゲームを利用する。で、ゲームをなるべくオンラインゲームとかではなく、本当にこう、手でか、カードのゲームとか、パズルとか、はい そういったものを利用していく。いいですね。あと音楽とか歌も、なるべく YouTube を見せるのではなく、<laughs> 音を聴かせるってことがすごく大事で。ああ、これ重要なこと言ってますよ、はいで。あとこれね、一緒に踊るってことが大事。あ<ー>一緒に歌う、いいね、一緒に踊るっていうのがとても大事で、とりあえず聴かせれば大丈夫ってことは全くなくて、うん、文脈がすごい大事なんですよ。うん、文脈って誰と一緒に楽しんでるとかとか、うん あとは、物語とか読書は何がいいかっていうと、文脈で言語を覚えてくるんですね。うんうん、ストーリーで覚えてくるんですよね。と、うんえー、いうことが大事だったりとかするので、とりあえずやればいいってことじゃないと、英語学習は。うん、これは、あの、一緒に楽しんでいくということが一番大事なんですね。うん、だから子供も最初から英語を学びたいっていうのはなくて、どちらかというと、 お母さんお父さんとか、周りの人と一緒に楽しみたいっていう欲求の方がやっぱり強いんですね。それをうまく活かしていきながら、いろんなこのツールを活用していくってことが大事かなとは思いますね。うん、あと英語は、あの、ある程度喋れるようになってくると、やっぱり毎日のように触れていく。これ筋トレと一緒なんで、はい、あの、やっぱり使えば使うほど、 あの、発達をしていく。で、まあ、よくこれは、まあ、脳科学的なところで言うと、神経過疎性の話で、うん、その回路を使えば使うほど太くなってって、ね、どんどんこう通りやすくなっていくので、うん、やっぱりこう、ちょっと夏休みの間に触れたっていうのもいい刺激ではあるんですけれども、まあ、スマートキャンプに行ったんであれば帰ってきてから、例えば、あの、ちょっと手軽にできるようなオンライン英会話とか、うんうん、発音矯正アプリとか、AI の重発話アプリとか、そういったものをうまく活用していきながら、うんうん あの、コストをかけずに継続できるようにしていくってことが、えー、大事で、まあ、定期的にそこの回路を鍛えていくと。うん、いうことは忘れないでいただきたいなと思います、ね。なんか、あの、走り込みみたいなやつです,、ね、<laughs> そうですね。そうですね、そうですね。うん、はい。なるほど。特にこの神経過疎性の話っていうのはすごく、あの、別に英語学習のみなんです。何をするんですかっていうのも、え、大事なので,で,、ねうん、で、特に12歳ぐらいまでが、神経過疎性が非常にこう、 あの、うーっと、あの、機能しているところで、ね、でね、脳が8割ぐらいね、そこまで、あの、発達をしていきますので、うんうん、そこは、あの、しっかりと意識していただきたいですね。うん。い勉強になりますね。これは、すごく、あの、皆さん勉強になったんじゃないですかね。うん。全然、うん、あの、やっぱり英語の歌とかも、うん、あの、ま、いろいろあるんですけれども、一緒にやっぱりこう、ね、平イで2前当選、体を動かしながらやっていくと、<ー>ただ単にその、YouTube の映像を見ていガヤと見てるだけになるんですけれども、 親が一緒にやっていると、ねね、子供も一緒にやってったりとか、ね、ベイビーシャークとかやってきながら踊っていくと、うん、すごくあの効果があるので、使っていくようになるので、はい。あの、そうおの意味ですね。みんなでやるからすごく意味がある、はい。そうですね。はい。なるほど。はい。そうか。あとは、松田さん、ご自身がお子さんにされている英語教育はありますかっていう質問をしてますよね。<laughs> そうですね。まあ、うちは、あの、もう本当に朝から聞かせるとか、部屋、うん、に帰ってきたら、もう一緒に、 常にもう、常に、お、お、英語の音楽が流れてるんですよ。で、そこで一緒に歌ったり踊ったりっていうのは、うん、もう昨日も、あの、カー水は僕が迎えの日なんですけれども、うん、それはもう毎日夜寝るまで、あとは寝る前に、<ー>あの、英語の絵本を読み聞かせっていうのもやってますし、うん、まあ子供がどん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 こう本読むという習慣になっているので、自分で持ってきて、それを一緒に読むっていうことをやってますね。うん、あとは、インター、もううちは、まあ保育園は、あの、バイリンガル ああ、そうですか。バイリンガですか。バイリンガですね。日 A でやっていて、なぜならも一番今大切にしてるのは、日日能力を鍛えていくことなんで、これね、夏休みの間にオールイングリッシュの保育園に入れたんですよ。夏休み中、ちょっとそのメインの保育園やってなかったんで。そしたら、すごい英語を喋ったんですよ。これなんでなのかなと思った時に、そのバイリンガンの保育園、先生は英語ずっと使ってるんですけれども、 同級生がみんな日本人だから。る,る,るでお互いに日本語喋ってるから、やっぱり日本語優位になってくるんですね。うん、で、夏休み中にそのオールイングレッシュ保育園に行ったら、全員この海外の人とかで、先生もずっと英語を使っているので、帰ってくるともう自分でなんか、英語にはまだなってないんだけど、英語っぽく喋ってくる。 ですよあこれは確かに英語学習の観点で言うと、うん、オールイングリッシュのところに入れた方がいいなと思ったんですが、うん、今でもそのバイリンガーのところに入れ続けている理由は、うん、ここは非認知能力を伸ばすことを大事にしている。なるそっちがメインだと。ですね。なので、やっぱり優先順位をしっかりと親,親がもう定めておくことが大事かなと。うん、要するに、一つの環境で全てが叶うんであればいいんだけれども、うん そうでないことが多いので、私の場合は今大切にしているのは非認知能力の開発と、あとは英語に触れること。うん、で、英語をゴリゴリネイティブのように喋れることは今のゴールではないので、うんうん、ま3から4歳ぐらいまでは、あの今の保育園のもとにやっていこうかなとは思ってはいますけれども、あとはもう英あの音,楽につ音楽とかそういったものは、ね、日常的には使うようにして、あと子どもになるべく話しかけるときも、もうベーシックなあの英語で話しかけるようにはしてますね。うん、で、お母さんが日本語みたいな感じですね。うんあ と、これも質問で、あの、松田先生はお子さんに何を聞かせていらっしゃいますかまあ、うん <laughs>、これもう必ずでくもう本当にあの、その、もう、いろんなものを聞かせているんで、<laughs> あの、もうこれスポティファイです。スポティファイのベイビーソングとか、イギリスソングを、これは確かに流してるんで、ランダムであるんですよね。で、そのランダム性っていうのが僕は大事だなと。Spotify めっちゃいいっすよね。あいいっすよ、いいっすよ。はい。で、やってますね。 あとはその英語教育以外のところで意識していることはもう子供にどん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 自分でやってもらうってことやって、で、実は朝ごはんって1歳半ぐらいの時から自分作ってるんですよ、うちの子。<ー>あの、あの、あんまりこう教育的にはね、はい、あの、そんなことやらせてと思うかもしれないですけど、うちはもう1歳ちょいぐらいの時から、あの、朝ごはん作るときにコンロの横に座らせて、一緒に卵を割ったりするんですよ。うんうんうん、はいはいはい。卵を割っあの、スクランブレッグ前あそけてるんですけれども、うんうんうん で割るんですよ。で、これ最初も、最初はカシャってやって、も卵は割って、でも、もう二日目ぐらいから調整するんですよ。で、コンコンコンって軽くやって、ちょっと割れた瞬間、音が変わるんですよ。それを止めるんですよ。そこからカシャって、もう最初は崩れながら、殻も入りながら割るんですけれども、それを取り除いて、自分でこう混ぜて、で、火つけて、え、まあ、入れて、フライパンでずっとこうやるんですよね。で、その熱さとかこういう感じるんですよね。 まあちょっとしたやけどもいいかなって思ってるぐらいで、その中でやっぱりね、自分で触らないようにどんどん意識するようになるんですよ。で、自分で作ったご飯なんで、自分でしっかり食べるとか、まあなんか、手前言うですけど、なんかこれ、すごいいいなと思ってて、一緒に、なんか子供に危ないからやらせないとか、ではなく、やっぱり、もちろんい意識しますよ、こ手突っ込まないようにとかって、常に臨戦態勢でいるものの、なるべく子どもの主体性を育むということを大事にしながら、英語教育のみならすべてやる。 まあ、そう、めちゃめちゃ学びですよ。僕もでも年中ぐらいから卵焼きは自分で作ってました、ね。うん、そうですね。学ぶことめちゃめちゃ多くて。うん、なんか、褒められると嬉しい。お上手だねとう、うん、そうなんですよ。これはやっぱ親の辛抱がすごい大事で。うん、ね、やっぱ時間かかったりとかするんで、<laughs> うん、あの、帰るときとかも鍵自分で開けたいんですよね。<ー>それ自分でやると、 ずっとなんでや,、うん、やってるんですよ。で、ずっと待ってますねで。やっぱり親によってはすぐ開け、開けちゃって、あら、行くよみたいなやっちゃうんですよ。親は段取りで頭いっぱい押してた。15分、20分くらいずっと待って、自分でできるできるまで待つっていうのは大切にしてたりとかします。